牧野車塚古墳は大阪府平方市車塚にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。大阪府北部の淀川砂岩、小谷川砂岩の型の大地上に築造された大型前方公園墳である。1978年以降に発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で、墳球主軸を東西方向として前方部を 東方向に向ける。墳糾は2段畜生。墳糾表面では吹き石、埴輪が認められている。特に吹き石は遺体紙を使った得意なもので、徳島県、兵庫県産の石材が使用される点で注目される。墳糾周囲には集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでなく、副葬品もつまびらかでない。この薪の車塚古墳は、 古墳時代前期中央の4世紀後半頃の築造と推定される。北川地地域では、金や車塚古墳とともに、淀川流域の交通と関わった有力な大型古墳として知られ、金や車塚古墳の後続主張簿に位置づけられる。古墳域は1922年に国の史跡に指定された。現在では、史跡公園、車塚公園として公開されている。 古墳の規模は次の通り。墳丘周囲には幅10メートルの集合が巡らされ、集合を含めた規模としては、北河地地域で最大規模になる。現在は、西側から南側に外包みが依存する。なお、付近には、赤塚、権原塚、子供塚、昭和塚という地名が残るほか、古墳北側の小倉東遺跡の発掘調査において、高墳群が検出されており、 一体は七世紀初頭頃まで母意であったとされる。ありがとうございます。